前田高生は、行動館で有名機の柔道家である。ブラジル帰化後の本名は、オタワビオミツヨマエ1908年に、スペインで得た通りなコんでコマの名でも知られていた。青森県中津軽郡船沢村出身。1895年、青森県第一中学校を中退して上京し、翌年は瀬田中学に入学する。入学後は相撲や野球で名を馳せたが、 東京専門学校に柔道場が新設されたことをきっかけに柔道を始め、1897年6月には、行動館に入門し、柔道に打ち込む。入門してからは、行動館四天皇の一人である、横山作次郎などに鍛えられ、めきめきと頭角を表し、商談審査の時には、加納次五郎行動館初代館長の命により、前田のみ15人抜きを命ぜられる。 またこの頃、東京専門学校に入学するも1904年に中退した。この頃、その実力を若き日の佐村海一郎や轟ど翔太と並んで、行動艦三馬ガラスとも称される。四段位にあった1904年11月、柔道施設の一員として渡米へ。故郷に暮らす最初の妻古川隆と競技離婚しての渡米だった。渡米にあたって、 前田は後に首相になった衆議院議員犬飼武氏から日本刀をサフネを送られた。渡米後は滞在費稼ぎや柔道普及のために石格闘技戦を断行、対戦相手を求めてアメリカ中央、バーディーボクサーやプロレスラー、憲法家などと戦う。なおその頃に自分の名前を坂栄与から後生に改名している。ある日、親日家であった。 ルーズベルト大統領の計らいでホワイトハウスにて試合を行うも団長を務めていた行動官4天皇の一人、富田恒次郎が体重約160キログラムの巨漢選手に敗れてしまう。日本柔道の威厳を示すべく雪辱を誓った前田はアメリカに残り1000ドルという賞金を餌に再びアメリカ全土を回り挑戦してくるボクサーなどを片っ端から退ける。 アトランタでは世界一の力持ちと恐れられたブッチャーボーイさえも破っている。その後はメキシコやヨーロッパなど世界各地で異種格闘技戦を行いブラジルにたどり着く。この間2000勝以上し柔道移着用の試合ではついに無敗であった。なお工業試合に出たことで行動感を破門されたとの説があるふしている。マスダ・トシは実著で3年間の出入り差し止めが 本当のところで、ブラジルに入る前に波紋が解け放弾に昇談してる、としている。海外での前田の活躍が、当時の日本国内に紹介されるに際し、同じように海外に渡り柔道普及のために、石格闘技戦を行っていた、佐竹信次郎、伊藤徳五郎、王野秋太郎と並んで、9名の四天皇とも呼ばれた。イベリア半島に滞在している際、前田は、 コンデコマのリングネームを用いるようになった。その由来については諸説ある。コンデはスペイン語で伯爵を意味する。前田自身がヨーロッパの新聞にコンデという称号を持つ自らのリングネームについて次のように語っている。スペインのある有力者が私の勝利、物腰や態度に感銘を受けてこの称号を授けてくれたんです。すぐにこちらの方が本名よりも 有名になってしまいましたコンデコマのコマは前だが、いつも金に困っているのを皮肉って日本語の困るから取ったとも言われている。別の説として、北森尾は小説、輝ける青き空の下でにおいて、スペインで朝鮮人と間違えられたという由来を紹介している。角田久子は、実著で日韓併合のニュースと結びついてこのリングネームになったのだとしている。晩年には、 前田自身が自らの名を高来と記した手紙もある。前田はコンデコマの呼び名を気に入って、後に自らの技を広めるためにこの名前を使うようになった。日本側の文献には前田がブラジル帰カ後に本名をコンデコマとしたとするものが存在するようであるが、ブラジル側の文献によれば帰化後の本名はオタビオミツヨ前田である。 前田は1914年11月14日に、ブラジルのリオグランデドスル州ポルトアレグレッシに到着し、そこで、ブラジル到着後最初の柔道の実演を行った。その後、リオデジャネイロ、サンパウロ、サルバドール、デシフェ、サンルイス、ベレン、マナウスなどを巡った。前田は1915年12月20日に、ベレンに到着し、ポリト山劇場で、ベレンにおける、 最初の実演を行った。地方使用店舗は、コでデコマが、従術の主要な技を紹介する予定であるとイベントを紹介している。前田は、この際に、護神術の紹介もした。その後、前田の一行は希望者の挑戦を受けて従術による熱戦が行われた。お店舗氏によれば、前田は1915年12月22日に、同行の佐竹信四郎と対戦した。 同じ日にグレコローマン式レスリングのチャンピオンのナジブ、アセフが前田に挑戦したものの、この日の対戦は実現しなかった。1915年12月24日に、前田はボクサーのバルバディアーノ、アドルフォ・コルビニアーノを倒し、彼は前田に弟子入りした。1916年1月3日に、前田はポリテアマ劇場でナジブ・アセフと対戦し、ナジブ・アセフを舞台の外に投げ飛ばした。 1916年1月8日に、前田は佐竹と別れ、イギリスのリバプールに向かった。イギリス、ポルトガル、スペイン、フランスを旅して、1917年に一人で再び、ブラジルに戻ってきた。ブラジルに戻った前田は、フランス名誉領事の娘、オルガを妻に迎え、子供も作ったものの、妻と子供は2年ほどで相次いで亡くなった。なおこの結婚は、 日本の戸籍に記載がない。1918年から1919 19年にかけて、前田は足さばきの異名で知られた著名なブラジル人カポエリスタの挑戦を受け、彼が試合でナイフを使うことまで認めた。カポエリスタは身長190センチ、体重は100キロで武器まで使っていたのに、前田の柔道に敗れた。1921年に前田は ベレンのスポーツクラブ内に彼にとってブラジルで最初の柔道場を開いた。この柔道場は4メートル四方の倉庫の中にあった。後に前田の柔道場は消防隊本部に移転し、それからアパレシーダ協会に移った。1991年からこの柔道場は工業職業訓練機関の施主内に置かれ、前田の孫にあたるアルフレッド・メンデス・コインブラによって、 運営されている。1921年9月18日、前田は船でニューヨークに向かい、その後の数月間をカリブで過ごした。ハバナではいくつかのトーナメントに出場し、フランス人格闘家のフォルニエールやキューバ人ボクサーのジョゼイバーハなどを倒している。キューバから戻った前田は、スコットランド出身の看護師、メイイリスと結婚した。その後、セレステと クリービアの二人の娘を養子に迎え、ゼネラリッシュもデオドロ通りに買った家で暮らすようになった。前田は偉大な格闘家として、すでに、ブラジルでもよく知られていたものの、キューバから戻ってからは、公開試合から身を引き、ブラジル日本人移民事業に力を入れるようになった。1917年に、ガストン・グレーシーの子供の一人で、当時14歳のカルロス・グレーシーが、 パズ劇場で前田による実演を見て、前田から柔術を習うことにした。当時、前田の柔術はブラジルで、可能柔術として知られていた柔道方の柔術であった。前田はカルロスを弟子に迎え、カルロスはすぐに頭角を現した。1921年に、ガストン・グレーシーは家族と共にリオデジャネイロに転居した。カルロスはわずか十七歳にして、兄弟の オズバルド、ガストン、そしてジョレジノ氏となった。当時はまだ末ってのエリオは練習をするには幼すぎ、また健康上の理由で医師に練習に参加することを禁じられてもいた。しかし後にエリオも練習に参加し、健康上の問題を克服してカルロスと共にグレーシー柔術を創設するに至った。グレーシー柔術は近年はブラジリアン柔術として知られている。エリオは 直接前田に習ったわけではないが、さらに改良し、誰にでも使いこなせる術として、技術体系を完成させた。エリオ・グレーシーもまた、前田と同じように自分の流派を広めるため後に、石格闘技戦を行い、柔道家の木村正彦とも戦うこととなった。前田の弟子の中には後に、オズワルド・ファッタの師となったルイズ・フランサもいた。ルイズと、 オズワルドもまたブラジルの柔術の別の流派を代表する人物となった。前田派は、ブラジル柔道創世期における四大派閥の一つだった。1918年に第一次大戦が終結すると、欧州の復興需要を受けて1919 19年には、日本は大象バブルとなったものの、復興が進んで生産が過剰となって、翌1920年には、戦後強行が生じた。 その後も震災強行、金融強行、世界強行、昭和強行など20年代の日本は相次いで強行に襲われ慢性的な不況にあった。1922年に内務省は国内の人口問題、失業問題などへの対策として渡航費等の補助によるブラジル移民省令策を打ち出し、1924年からは渡航費を全額補助するようになった。 一方、アメリカでは1924年に、ハイ日チ民法が成立し、サンパウロ州に移民が集中したブラジルでも、ハニ日論が強まっていた。そんな中で1923年に、パラー州州統領、アントニオ・エミリアーノ・デス・ソーザ・カストロは、たつき七田日本国中ブラジル大使に対して、アマゾンへの日本人移民入植の要請を行った。1926年に、 福原八郎を団長とする金棒坊の第一回アマゾン調査団がベレンに到着した際に、前田が福原に語ったところによると、アマゾンこそ日本人移民の最適地だと考えた前田が周到領と相談し、辰木大使に日本人移民入植を持ちかけることになったとのことだった。アマゾンは1914年頃まで天然ゴム景気に湧いていたものの、 英国が密かにアマゾンから持ち出した種子を使って南アジアと東南アジアのプランテーションでゴムを生産するようになってゴム生産は下火になった。そのため移民導入によるアマゾン開発に活路を乱す必要があった。1924年には立木大使が野田義春初期官と森本海軍部官をアマゾン視察に派遣した。1925年には 農学士の芹ワアビラが単身で調査のために外務省を通してブラジルに派遣された。芹ワは辰木大使の州統領宛て紹介状を携え、金棒の派遣留学生の中野秀夫と共にパラー州に入って前田の世話によってアマゾン支流のカッピン川流域を調査した。新州統領のディオニーシオアウシエルベンテスが芹ワを自ら案内し、 カッピン川流域に1家族25ヘクタール、2万、家族分計50万ヘクタールの土地のコンセッション契約締結を申し出て、タツキ大使がこれを、シデハラキジ外務大臣に報告することで、アマゾン移民の話が動き出した。タツキ大使の報告を受けた政府は資金を金棒に、負担させて、土地選定のための調査を行うことにし、1926年に、 金棒取締役の福原八郎を団長とする第一回アマゾン調査団が派遣された。当時の日本は関東大震災の震災復興の最中で政府には資金的な余裕がなかった。そこで関西の大企業である金棒に調査資金を負担させることになった。当時金棒の社長にあった武藤山次は若い頃アメリカに留学し、 米国移住論という著書もある、海外夕日の論客だった。調査団の団員は、福原の他に、衛生、最近学者で、東京帝国大学教授の石原菊太郎、内務省貿易官の井村康蔵内務省土木技師の谷口八郎と、田村吉正、土木技師女子の小村松江、三林技師の石原清一農学士の芹沢ラ 団長秘書の太田翔之助の総勢9名に通訳の大石古作が同行していた。一行がニューヨークでの1ヶ月の文献調査を終えて1926年5月30日の夜半にベレンに到着するとベレンの港にはリオデジャネイロからやってきていた中ブラジル大使のタツキ、シチタと前田、それにパラーシュの高官たちが迎えに来ていた。別の話になるが 福原調査団一行をパラー州首脳に紹介すべくベレンを訪問したタツキ大使は調査団の到着が随分と遅れたため福原の到着を待つ間にアマゾン川をそこをしてアマゾナス州の州都マナウスを訪問したマナウスには5日間滞在して猛烈な歓迎を受けエフジェニオサーレス州当領から100万ヘクタールの土地の無所譲渡の申し出を受けた通訳として同行した 区立金六はこの話に興味を持って、神戸交渉の先輩で海外移住に興味を持っていた植塚氏に資金協力者を募る手紙を送る。植塚の友人で砲白準備をしていた山西源三郎が協力することになって、区立と山西は1927年にマナウスにおいてアマゾナス州とコンセ混ソン契約を締結した。しかし、三の資金状況が悪化して、 事業の継続ができなくなり、二人は全てを植えつかに委ねることにした。これらの過程に、前田がどのような関与をしたのか記載した文献は見当たらない。しかし、1930年に植えつかが調査団を組織してアマゾン加工のベレンに到着をした時に港で出迎えた人々の中には前田がいた。植えつかは数日間のベレン滞在中に、前田から カラーシュの要人等様々な人物の紹介を受け、自宅でも艦隊を受けて10年の地期のような間柄になった。この調査で植えつはパリンチンスカ流の土地を選定し、マナウスで州政府と契約を済ませるとアマゾニア産業研究所を設立して、ビラアマゾニアと名付けた入植地の開拓を開始する。ビラアマゾニアでは重土栽培が行われた。 当初はことごとく失敗に終わり、入植地は全滅するかに思われた。しかし、1933年に、小山良太がアマゾンでの生育に適した個体を見つけ、重都栽培に目処がついたところで植えはアマゾニア産業株式会社を設立した。前田はアマゾニア産業株式会社の取締役に就任した。1939年に、 第二次世界大戦が勃発しヨーロッパ経由で輸入されていたインド産銃ュが入ってこなくなると、銃ュ価格は高騰し、会社は大いに栄えた。話を福原調査団に戻す。福原調査団の一行に農事部技師のエゴ氏のブタネ、金棒の派遣留学生の中野秀夫、それに前田の3名を加えた、総勢12名で実地調査が行われた。 調査はまず合品川流域から行われ、3週間にわたる調査の結果は入植地として不適であるというものだった。その結果を踏まえて福原が州東領と面会し、州内の管理地であれば他の場所でも良いとの現地を得て調査が続けられた。2班に分かれていった調査の結果、赤ら川流域の土地が肥翼であると判明し、協議の末に、 カッピン川から50キロ西にあるアカラを移住候補地として周到領に上申することになった。周到領は100万ヘクタールの土地の無償提供、アカラ以外の地方の土地の選択なども認め、その合意内容は1926年8月14日付公文書として福原に交付された。福原は公文書を記帳した辰ツに代わって臨時代理大使を務めていた。 赤松博之に直ちに提出し、外務大臣への転送を依頼した。第一回アマゾン調査団による実地調査の傍らで、福原にはもう一つの使命があった。ニューヨークに寄港した際に、同地在住の有志30名ほどが南米進出を研究するために結成した南米協会の村井森方からアマゾンでの農場調達を依頼されていたのである。 当時の米国日本人移民は、排日運動を強く危惧していて、ブラジルへの移住を検討し、実際に移住する人もいた。南米協会は、土地購入のために、南米企業組合を結成して、購入資金を福原に託した。福原は調査の合間を縫って、農場を探し、ベレンから70キロほど東にあるカスタニアールの、ロンバルジーア農場を、イタリア人から購入した。 福原自身も購入資金を個人的に出資した。福原は帰国に際して南米企業組合の農場管理担当者が到着するまでの支配人として中野秀夫を農場に置いた。中野は1928年に前田の仲介でカスタニャールで小学校の教員をしていたマリアというブラジル人女性と結婚しアマゾン地方で ブラジル人女性と結婚した初めての法人男性となった。また、この農場は後に南卓の農事試験場となった。調査を終えて、東京に帰った福原は直ちに外務省に赤ら無償提供土地植民地経営計画案を提出した。政府の対応は衆議院の解散などによって遅延したものの、1928年に、 なって、首相権外相の田中義一が有力実業家を官邸に招待して、アマゾン移住に関する懇談会を開催し、その場で渋沢栄一施策によって12名の振興委員を推薦された。その後、2回の委員会を経て、資本金1000万円で南米拓殖株式会社を設置して、アマゾン開拓事業を推進することに決まった。 南米拓殖株式会社は1928年8月21日に設立され、社長となった福原は同月23日に横浜を出発10月7日にベレンに到着した。こうして自ら構想したアマゾン植民事業が進む中、前田は1927年5月にブラジルに帰化した。南拓設立の動きを知ったエフィジェニオサーレス。 周統領は福原に電報を打って、アマゾナス州の調査を依頼した。福原は調査団に通訳として同行していた、大石小作に調査を委ね、大石はマウエスさんのガラナに可能性を見出した。1928年9月には、マウエス開拓のための会社が設立され、前田はその顧問にも就任している。この計画は、失敗に終わって会社は1935年には、 解散したものの、その後も、前田は、マウエス日本人会の顧問として、同地域の法人の世話を続けた。ベレンに到着した福原は、州政府とコンセッション契約を締結し、1929年1月に、ブラジル法人である、株式会社コンパニアニッポニカでプランタスソンド、ブラジルを設立して、州政府と福原間で締結された、コンセッション契約を新会社に移転した。 前田も、この新会社の取締役に就任した。事業開始十五年目からの納税を主張する、州政府と交渉し、二十五年目からとさせたのも、前田だった。新会社は、実地調査を行って、最初の事業地を赤ら町から百五十キロ上流にある、止め屋数とすることに決め、九百二十九年四月十二日に、先見隊が測量と伐採を開始し、五月には、 中央病院を建設した。そして、7月24日には、第一次移民43家族、単独渡航者8名を含む189名が、大阪商船のモンテビデオマルで神戸を出発した。モンテビデオマルは1929年9月7日に、リオデジャネイロに到着した。ちょうどブラジルの独立記念日だったので港の船は満館食だった。前田も、 ベレンから駆けつけて、リオデジャネイロの港で第一次移民を迎えた。一行は、マニラマルで、リオデジャネイロからベレンへと向かって、9月16日にベレンに到着した。ベレンで5日間休息した後に、南拓の船でアマゾン川の支流を曝光し、9月22日の朝に、トメアスー植民地に到着した。トメアスー植民地で、 一行は先見隊とブラジル人の艦隊を受けた。しかし、止めやすう植民地では、開拓があまり進んでおらず、雨きまでに2ヶ月ほどしかないことから入植者たちはすぐに、原生林を切り開く作業に没頭しなければ、ならなかった。移民たちは切り開いた土地に、南拓が主要作物として選定したカカオを植えた。しかし、カカオは収穫まで数年を要することから、 短期の作物として米や野菜も植えた。最初の騒動は翌年春に起きた。南卓が入植者たちの作った米を不当に買い叩くというのである。入植者たちは最初の収穫を得るまでの間、米を南拓から1票20円で購入していた。日本の倍の価格だった。当然春になれば自分たちの作った米も同じように高く売れると考えていた。 しかし、南卓の買取価格は一票三円に過ぎないという。ベレンにはあまり米がなく、入植者たちの需要を満たすために、遠隔地から米を買い付けなければならず、入植者たちへの販売価格は高くなった。一方で入植者たちの米ができると入植地以外に米の需要がないため、外部への販売価格は安くなり、買取価格も安くせざるを得ない。これは野菜についても同様で、 当時のアマゾンには野菜を食べるという習慣がないため、全く売れなかった。この騒動で、南拓は、数名の中心人物を退去させ、入植者たちと南拓との間には、亀裂が生じた。現金収入を得られない入植者たちは、次第に体力を低下させて、マラリアにかかるようになった。高知を捨てていなくなる脱校者も出ていた。1930年に、 アマゾン視察に訪れた南拓取締役の千葉三郎はサンパウロ州のサントス港に着くなりアマゾンに入っていた熱帯病院の松岡不幸の訪問を受けて退職の申し出を受けた南拓の将来を悲観しての退職希望だった千葉はアマゾンで主食となっている満足買い物栽培をしていれば入植者の生活が安定したのにと悔やんだが後の祭りだった 1931年には入職者たちであから野菜組合を結成し、野菜の生産から販売まで一貫して取り組むことへの挑戦を開始し、野菜の品種改良を進めるとともに、ベレンで天秤棒を担いで野菜売りをすることまで行った。前田も野菜を広めるために積極的にホームパーティーを開催して、ブラジル人に野菜料理を振る舞った。 1934年にベレンに領事館が開設されるまで、前田はボリビアやペルーも含むアマゾン近郊の在留邦人にあれこれと便宜を図ってやっていた。ベレンの港の乗船者名簿を確認し、邦人を見つけると挨拶にやってきて、あれこれと歓待し世話を焼くのが日課だった。そのため、いつしかベレンの施設領事と呼ばれるようになっていた。福原によれば、 在留法人の結婚の世話からペルーから流れてきた法人古事記の面倒まで見ていたとのことである。1935年に南拓はアマゾン開拓の手こ入れのために新たに金坊幹部の井口シュ夫ルと熱帯農業の権威高木三郎を現地に送り込んだものの両社の決定は事業規模の縮小だった。社長の福原は死費1万円を置いて退任し、 後を継いだ井口は植民地の自治を徹底して何択は入職者の生活の面倒は見ないという方針を打ち出した。当時の1万円は現在価値にして数千万円の大金だった。止め屋数の脱硬者は非常に多くなり1929年から1937年までに入職者352家族2004人の入職者のうち 76家族1603人までがコーチを捨てて出ていった。それ以降もさらに脱校者は増えていった。前田は入職者が止めや数に入る時には絶対にベレンに戻ってきてはダメだと言い聞かせていたものの、ベレンに戻ってきた脱校者が相談に来ると仕事を紹介してやっていた。柔道を教えることは続けていたものの、生徒のほとんどは日本人の子だった。 戦後になって戦争の被害を受けた東南アジアからの故障の輸入が止まり、故障相場が高騰して止めや数は大いに反映することになった。しかし、前田がその反映を目にすることはなかった。1940年に皇居で行われた後期2600年祭に前田を外務省の費用で招待する話があったものの、前田はこれを受けなかった。友人には、 妻が内地に帰る費用があったら家を建ててくださいというのでと言い訳をし、実際に家を建ててはいたものの、入植者が苦しい状況にある中で自分だけが栄養を受けることを潔しとしなかったようだ。1940年にも留め屋数からは69家族415人の脱校者が出ていた。後期2600年祭に際して行われた記念柔道大会では、 木村正彦が優勝した。その後木村はブラジルに渡って、エリオ・グレーシーと対決したことで知られている。1941年11月28日、ベレンで死亡。ブラジルの雑誌によれば、最後に残した言葉は、日本の水が飲みたい。日本に帰りたいであったという。死後、行動館より7段を贈呈され、また、広崎公園には、 前田の功績を称えた石碑が建てられている。墓は、ブラジルパラー州の州都であるベレンのサンタイザベル墓地に、あり、両都町田の父親、町田義蔵によって管理されている。死後70年近く経った今でも、史上最強の柔道家として、前田厚生を推す、評論家は、少なくない。小説家の夢枕幕が実所である、ガローデンの後書きにおいて、とあるグレイシー柔術家に、 今月駒は、武術の奥義を海外に持ち出してしまったため、日本から来た、武術家に暗殺されたと言われているが本当かと尋ねられた、というエピソードを紹介している。夢枕幕は、前田康生の遺族にも取材をし、内臓病であることは分かっており、日本からブラジルに至る経緯からも、まずありえないと返答したとしている。ありがとうございます。